本当に自分の娘がこう存在してるんだ、どういう反応が起こるんだろうとか、何が何でも勝つぞっていう、のぼりくんが決めてくれると思うので、安定感が高い水準で保たれる、見入っちゃうようなドリブルなんで、自分が置かれてる状況に左右されないっていうのは、東京戦最終節の話を、に戻るというか、なんですけど、ミドルシュート、素晴らしいミドルシュートだったんですけど、結構脇坂選手のあの感じのシュートって、右足で巻きながら、だけど外に逃げていくみたいなシュートって持ってるじゃないですか。あれってすごく独特だなと思っていて、2年目とかでゴール結構決められてる時にも見たんですけど、あれってやっぱそういう弾道とかって意識されてるんですか？そうですね。やっぱパワーシューターではないので、巻いたりとか正確にっていうのはやっぱり常に練習から取り組んでるところであって、やっぱりキーパーから逃げていくボールとか、外から取れないところから枠に入れていくっていうのは、常に練習ではイメージしてやってるんで、それはこう自分のものにしつつあるかなって思います。ちょっと脱線なんですけど、今年タビナス選手にインタビューして、制限量のトークを伺って、それをちょっと脇坂選手が SNS で反応されているっていうのを拝見したんですけど、あれやっぱりそれぞれの選手にとって特別な時間だったのかなって思うんですけど、脇坂選手にとってはどんな時間でしたか？今は寮生落ち着いてるんですけど、あの時は結構個性的というか、青、ジェフ、マチネン君がいたりとか、ホープもいたり、すごい一体感もありましたね。こう今の寮生結構まとまって食事行ってんのとかあんまり見ないんですけど、頻繁にこう飯に連れてってもらったりとか、そういったノリもあったりとかして、すごい楽しかった記憶ありますね。で、ここからちょっと昨年伺えなかったユース時代と大学時代の話を伺いたくて、脇坂選手はそのユースから川崎に入りましたけど、エスペランサのジュニアユースから川崎の U18 に入った理由っていうのは何だったんですか？遡ると小学生の時に、今思えば小学生の時にそこまで思い描いてる小学生がいるのかなって、我ながら結構すごいなというか、ただやってないなって感じ、客観的に感じるのは、中学生の進路を決める段階で高校の進路も決めてたというか、それは何かっていうと、僕横浜市出身でケントレセンか入ってたんですけど、やっぱりクラブの方だったりとか、周りの選抜入ってる友達はやっぱりマリノスだったり横浜 FC、それこそフロンターレとかベルマーレとか、そういうクラブに入る選手がほとんどだったんですけど、僕ケントレセンだったんですけど、上にいる子たちもやっぱりいるわけで、関東トレセン行ってる子とか、ケントレでもすごい上手い子だったりとかがマリノスだったり、そういった J 株に行くのを知ってるわけなんで、それでこう同じ道を行って、同じようなこうことを学んで、仮にユースに行けたとしても同じようなタイプの選手になってしまうんじゃないかってすごい思って、近くにエスペランサっていう元アルゼンチン代表の選手が指導していて、サッカーのこう教え方っていうのが南米っていうこともあって、すごいずる賢かったりとか、マリノスだったり J クラブでは習えないようなことも実際にスクールで教わってたので、でまた外国人監督なんてめったに経験できることでもないですし、すごい欲しがってくれてたっていうか、すごい愛情を持って接してくれてたんで、そこに行くことを決めて、やっぱりその中3になって、やっぱり進路のタイミングがあるんですけど、例えば高校サッカー行きたいとかいう中で、僕はそのコーチにユースに行きたいと言ってて、でフロンターレの練習参加に普通のユースの練習に混ぜてもらう機会がっていうか、多分連絡してもらって、じゃこの日に来てくださいっていうことで2日間行ったんですけど、当時の阿部さん監督が 結構機嫌悪くて、練習を中断っていうか、結構激しくやる、走ったりもするような日だったんですけど、そういうタイミングだったので、その当時の久野コーチからあんまり判断ができなかったっていうのと、実際にプレーもあんまり見れなかったっていうので、でもやっぱりそこまで多分獲得したいっていうわけでもないっていうわけじゃないですか。なんでセレクションがあるので来てくださいっていうことで、でこの日ですっていうので言われたんですけど、でやっぱり入りたかったのでセレクションに応募させてもらったっていうのがまず初めにありました。で、その川崎に入られてっていうところで10番までつけられて、ただユースからトップには上がれずで阪南大を選ばれたっていう、なぜ阪南大学を選ばれたんですか？
トップチームに昇格するっていうのがギリギリまで分からなくて、大学を探しながらっていうよりかは合否で大学を探すような感じではあったんですけど、他の選手よりやっぱり昇格を迷ってくれてたので、クラブの事務所に僕らさんに呼ばれて、庄司さん、 GM の庄司さんとユースの監督の今野さんと当時育成部長だった高畑さん、なんかその面談があって、それ9月末ぐらいだったですかね、それが合否なわけなんで、そのメンツだったら昇格できるんじゃないかっていうのを3人で話しながら向かってたんですけど、その時にやっぱ庄司さんが一番最初に言ったのが、昇格はできさせられないけど4年間見送りにさせてくださいみたいな感じで、まあ結論を言えば上がれなかったっていうわけなんですけど、その4年間見送りでっていう言葉にすごい僕はこう意味というか、わざわざその庄司さんが来てくれて、まあ、そうそうたるメンバーの中、両親も呼んでもらって、まあ、達郎さんもいたんですけど、向島達郎さんもいまして、で、その意味っていうのを理解してもらって、達郎さんが話すタイミングで、ちょうど入れ替わりにカニ選手が、カニくんが、まあ、ユースから阪南行って、で、実際に帰ってきてる。カニは実際、大阪まで親元離れていって、まあ、プレーもそうだけど、人間的にも成長して帰ってきてるっていう例があるから、で、結構サッカーも攻撃的ですし、すごいこう技術を大事にするようなチームスタイルが合ってるんじゃないかって達郎さんの方に言ってもらって、で僕はそれをすごいそこまで考えてくれてるんだっていうことにすごい嬉しく思って、親は多分大阪ってすごい思ってるのを実際覚えてるんですけど、母親とか特にそんな遠くまで行かなくていいんじゃないとかなんですけど、僕はもうすぐに練習行きたいですっていう風に言って、でこれもすごいんですけど、当時スカウトだった西澤淳二さんとユースの監督の今野さんと一緒に阪南の練習に行くっていう、そこまでしてくれて、で実際カニ君にも連絡してもらって、練習終わったら帰る、2日間練習参加させてもらって、一泊カニ君家に泊まらせてもらって、いろいろ話聞いてこいみたいな感じ、そこまでしてくれて、でやっぱり阪南にって思ったのは、失礼なんですけどこれ試合出れるなって、1年目からちゃんと活躍して、やっぱりこ う, もうそのタイミングからもうプロを見据えてたんで、何が何でも試合に出て活躍してやるってやる気持ちがあったんで、まあレベルがすごい高かったんですけど、すごいでもやっぱり当時の自分に自信も持ってたんで、1年目から出れるなって思ったのと、あと監督がもうすごいインパクト強くて、もう練習終わった瞬間に、お前今ここで願書かけって言われたんですよ。すごい、まあでも熱意を持って、で西澤さんとかに、こいつ願書かかせていいよなとかいう、そこまでしてくれる、まあ、1日2日見ただけでそうやって言ってくれる熱い監督の下でサッカーしたいなと思って、まあ、その場では願書書かなかったんですけど、願書いただいて、でも親も行きたいって言ったら、もうすんなりっていうことはないですけど、まあ、一番にこう自分の夢を応援してくれてる親だったんで、すぐ理解してくれて阪南に行くことが決まりました。大学時代どんな形でクラブとコミュニケーションって取ってらっしゃったんですか？まあ、達郎さんだったり西澤さん、まあ、西澤さんが強化部入られて、ひろきさんになった後もうずっと連絡を取り続けてくれましたし、関西まで試合を見に来てくれて、タイミングがあればこの日に食事行きましょうとかっていうことで、まあ、年に2回ぐらいは食事に連れてってもらって、いろんな話をこう聞いてくれたりとかしてくれたりして、常にこうサポートもすごいしてくれて、なんで4年間ずっともうフロンターレに行くことしか考えてなかったですし、行くことが当たり前だと思って日々生活してました。その大学サッカーで感じたことだったりも、掴んだものっていうのは4年間どうでしたか？やはりプレー外のところも大きくて、言っても学生なんで授業にしっかり出たりとか、まあ、単位をしっかり取ったりすることで、やっぱり4年生の時にこう授業がなく単位を全部取ってるんで、4年生の時授業は自然的にないんですけど、4年生の時にプロの練習行くために単位を取ったりとか、それ以外のところでこう、まあ、普段やってこなかった選択だったりとか、そういうものも自立してできるようになったっていうのは人間的に成長した部分でありますし、とは言っても普通の大学生とは違うって自分が思ってたのは、やっぱりそこがゴールではないっていうのは常にこう自分の中で言い聞かせて、やっぱりただサッカーをやらない、大学サッカーがゴールではないっていうことは常に頭の中心に置いて生活もそうですし、サッカーもしてましたね。
の2023年をはどんな1年にしたいかっていうのを伺います。チームとしては優勝もう一度取りに行く、本気で取りに行くっていうところを、まあ、結果でも内容でも気持ちの部分でも示していきたいなと思いますし、個人としてはやっぱりもっともっとレベルアップして絶対的なプレイヤーになるために、まあ、ストロングのところをもっともっと伸ばすのもそうですけど、やっぱり弱点がないようなプレイヤーになっていかなきゃいけないと思うので、やっぱりそういうウィークなところも伸ばしていけるように、そういったチャレンジもしていけたらなって思います。で、シーズン終わった後により成長したなって感じるような1年にしたいなと思います。じゃあ最後にあの川崎のファンサポーターへメッセージいただけますか。まあ、今シーズンは目標に掲げていたものに届かなかったんですけど、サポーターの皆さんだったり、まあ、フロンターレに関わる全ての方々と戦っている中でやっぱ感じたのは、やっぱりこのクラブは特別なクラブだと思いますし、 J リーグでもすごい特別なクラブだと感じてます。そういうクラブがもっともっとこう J リーグを引っ張っていくためには、やっぱり優勝っていうものもそうですし、またアジアのところで結果を出していくっていうところも非常に大事なところだと思ってるので、取れるタイトルは狙うべきだと思いますし、狙わないと絶対にそこには届かないと思うので、本気で取りに行きたいなって思います。そのためにこう終盤戦でもあったように声出し応援があったりとか、サポーターの皆さんの力だったり後押しは絶対に必要なものだと思いますし、それがあるからこそ僕たちは目標に向かって前進できるし、この目標は目標じゃなくて本当に達成できるんだっていうのを強く感じれるんで、また来年も一緒に戦っていただいて、来年こそは笑って終われるように一緒に頑張りましょう。わかりました、ありがとうございます。本当にお疲れのところありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。はい、待ってください。ありがとうございます。失礼します。失礼します。